虫類とカエルに洗脳チャンネルへようこそ。どうもラブです。今回の動画は登録者500人を記念しまして、大好評の初心者さん必見の動画をやっていきたいと思います。今回の動画は与えてダメな餌5選をやっていきます。あ、そうそう、皆様にご報告があります。おかげさまで今年の目標であった登録者500人、総再生時間1000時間を超えることができました。いつも応援してくださってる皆様、本当にありがとうございます。これからも爬虫類とカエルに洗脳チャンネルをどうぞよろしくお願いします。こんな感じでこのチャンネルでは、巷では凶暴と言われてあまりよく思われていないミドリガメを飼育するとこんなに可愛いんだよと魅力を発信していくことを軸に、クサガメ、ミシシッピニオイガメ、レオパ、ニシアフ、アマガエルの魅力も発信していきます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。どうぞ。アクが強く出るもの。ほうれん草などにはシュウ酸が多く含むので、与えすぎてはいけません。シュウ酸はカルシウムなどのミネラルと結合することで植物内のミネラルを保つ役割を果たしています。ある程度のシュウ酸がカメの体内に入っても腸内でカルシウムと結びついて便として排泄されますが、摂取量が多いと腸内で処理できず腎臓や尿管の負担になり結石になってしまいます。カメ以外のフード。そもそも犬猫用に作られているご飯はカメさんに必要ではない要素が入っていて、消化できなかったり太りすぎてしまうことがあるので、与えるのはカメさん専用のフードや魚食などで食べない場合のみ鯉の餌などを与えてください。現に我が家のディオ君はガットローディングをした際にドッグフードを与えていて、その時はとても太ってしまいました。この栄養素を見る限り爬虫類に必要じゃない炭水化物がとても多く含まれているのがお分かりでしょうか。加工食品。ハムやウインナー、ソーセージなどの多くの食品添加物や塩分、着色、色付けされているものをカメさんにあげると、添加物や塩分量が多いと人間であっても心臓、腎臓、尿管に負担が来てしまったり病気になってしまうリスクがあります。魚介類。魚介に含まれる成分のチアミナーゼというのが問題で、このチアミナーゼという成分はビタミン B1 群を破壊する性質があります。人間がビタミン B1 群不足になると脚気という国民病になってしまいます。チアミナーゼはコイやフナの淡水魚、二枚貝に多く含まれ、マグロ、サーモンなどにも含まれています。この成分を含む魚介類をカメに与えるとどうなるでしょうか。ビタミン B 群を破壊して栄養失調を招き、どんどん痩せてしまうことがあります。なので生で与えるのは絶対に避けるようにしましょう。ちなみにこのチアミナーゼは熱に弱い性質があるため
しっかり加熱することでチアミナーゼを破壊することができます。加熱すれば魚介類は与えても問題ないですが、刺身には塩分が含まれているのでおすすめはしません。最後に、氷は絶対に与えないでください。前回の夏の日光浴でお話しした通り、カメさんを含めた爬虫類は変温動物です。氷や保冷剤をカメさんに与えると、すぐに変化はなくてもゆっくり進行していき、ある日突然弱ってしまうでしょう。あなたのカメさんを良くするのも悪くするのもあなた次第。今ここにある命を大切に最後まで育ててあげてください。まとめです。 1. ほうれん草などは悪ガスよく出るため与えすぎてはいけない。 2. カメさん以外のフードは必要ではない要素が入っているため与えてはいけない。 3. 加工食品には多くの食品添加物が入っているため与えてはいけない。 4. 魚介類はチアミナーゼが入っているため与えてはいけない。5. カメさんは変温動物なので氷や保冷剤を与えてはいけません。いかがだったでしょうか。今回の動画はカメさんの命にとっても関わる大切なお話をさせていただきました。知らず知らずのうちにカメさんに与えてはダメなものを与えないように、皆さん一緒にカメさんの命を守っていきませんか。こんな感じで今回の動画は終わりにしていきたいと思います。この動画がいいなぁと思ったら、少しでもダメになるなぁと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後まで長い動画を見ていただき本当にありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。